ジェン・エレール・ジュラはハンガリー出身のサッカー選手。ポジションはフォワード・ミッドフィルダー。1938年ワールドカップフランス大会で得点王になったレオニダスに次ぐ5ゴールを挙げ、チーム初の決勝進出を支えたプレイヤー。代表は1936年にイングランド戦でデビューし、通算成績は39試合32ゴール。 これはハンガリー代表史上歴代8位の記録である。クラブでもハンガリーのリーグ戦で1935年から1947年までに325試合に出場してに387ゴールを挙げた。これもハンガリー史上3位のゴール記録である。1935年、シャルゴータリアーに BTC でデビューするといきなり19ゴールをマーク。 そして次のシーズンに11シーズン過ごすことになる、ウーイペシュと FCA 移籍。そこでも高い決定力を見せると、11年で368ゴールを上げた。これは1シーズン平均33.5ゴールを上げていることになる。1938,1939,1943,1944、1945年に5度も、 得点王になっており、特に1939、1945シーズンは56、36ゴールで欧州でのシーズン得点王に輝いている。1947年シーズン途中イタリアのローマに移籍。1949シーズンにはアンコナに移籍するも、イタリアの3シーズンは不本意な結果で終わった。1年間を置いて、 コロンビアのデポルティボサマリオに所属し37歳のキャリアを終える。引退後は多くのクラブの監督を務めた。1999年ニコシアにて83歳でこの世を去った。ありがとうございます。